そしてね、ダイスの工藤大輝くんにもお越しいただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は工藤くんですけれども、はい、テレビはほぼアニメしか見ないというガチのアニオタと、はい。そうなんです。実はもう家ではほぼアニメしか見ないですね。10代に絶大な人気を誇る5人組ダンスボーカルグループダイス。そのリーダーである工藤さんにとって憧れの存在がアニソン界の歌姫カラフィナ。3人が織りなす絶妙なハーモニーが魅力のボーカルユニットです。楽曲もそうなんですけど、一番はあの高音中音低音 の, あのハーモニーが素晴らしいので、あのそれを僕はちょっとこう横で聴けるっていうのはもう本当に幸せです。そこまでね聞いたらさ、はい、ね、その美しいハーモニーとやらをね、うん、やっぱこう生で聴かせてほしいなって思うのが人間のね、ね、まあそういう差がですよね、まあ、差がだよね、はい、じゃあせっかくなのでいいですか、皆さんがよく知っている曲を、うん、やってくれるんですか。はい、カラフィナ風に。よかったよかった、ありがとうございます。ありがとうございます。ある日ある日、森の中森の中、クマさんに熊さんに出会った出会った、花咲く森の道一番乗っちゃってね。すごい。ありがとうございます。はい、それではご準備をお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まあでもね、今から歌う曲でそれはまあ堪能できるから。はい、はい。それではカラフィナの皆さんで、ワンライト。皆さんありがとうございました。